自在置物。自在置物は、日本の金属工芸の一部にや、鉄や銅、銀、尺銅、金と銅の合金、渋一、銀と銅の合金などの金属板を素材として、竜、蛇、鳥、伊勢ビ,ビ、カニ、蝶といった動物の模型を写実的に作るのみならず、それらの大切、関節の部分を本物通りに動かすことをも追求し、 そのための複雑な仕組みを内部に施すのが大きな特徴である。江戸時代の中頃、戦乱が絶えて、日本社会の気風が太平になると、武具類の需要が減少した。これを受け、甲冑師の一部には、技術伝承と収入源を兼ねて、本業である甲冑の他に、巣は、靴はなどの部分、バグや、火箸、花瓶、箱,箱といった様々な民具を鉄で製造。 販売するものが現れるようになった。自在置物もこうした流れの中で、甲冑師、とりわけ妙珍派の工人らによって生み出された工芸品である。同派は、鉄の打ち出し加工に関して卓越した技術を保有しており、自在置物の表現や細工にもそれが活かされている。日本の金鉱作品の写実性が全般に高まるのは、 江戸時代後期からであるが、自在置物の発生はそれらよりも早く、かつそこに、いかなる背景や目的があったのかは判然としない。ただ、先行する例としては、元禄八年五月吉日、病賃宗介の命が入ったわしの置物の残結が確認されている、V&A 博物館所蔵。この作品は、首が左右に動く構造になっており、 翼の形や羽模様の描写の写実性が高いことから外観の写実表現を超える形で、やがて動きも自在に取れる置物が考案されたと推測される。自在置物として完成した作品のうち、現存最古の年号が記されたものは、聖徳三騎士都市六月日、1713年の名が刻まれた、病珍高志殺作の竜の置物。 東京国立博物館所蔵である。近代以降も一部の均衡化に制作技術が継承されるが、従来の明珍系の作品は見られなくなり、代わりに、明治から昭和にかけては、京都の高瀬鉱山と富木家一門のグループが中心、取り、自在置物の作品を量産している。しかし自在置物は、日本国内でよりも、むしろ海外。 主に欧米において高い評価を受ける傾向にあり、早くも1888年、明治21年に、フランスで出版された日本美術の紹介雑誌、ロージェポーンアーティスティックにて言及されている。また、前述した高瀬公山一派は海外への輸出を、念頭において、作品を制作しており、外交官の佐藤直武が、駐在先のフランスへの土産物として、 高山の工房でられた置物を送ったところ、好評を博したために追加注文を出したという話も、残っている。こうした事情が重なり、自在置物はその多くが、外国に残る一方で、日本国内にはあまり伝わらず、長い間存在を知られることがなかった。自在置物が最初に展覧会で紹介されたのは、1983年、昭和58年10月に、 東京国立博物館でも用された特別展、日本の近郊においてであり、以降幾度かの美術展に出品されたことで知名度が上昇ていった。そもそも、自在置物という分類名自体が上記の日本の近郊展で使用された自在流置物、自在中置物などの展示名がそのまま引き継がれて定着したものである。また、自在置物が江戸時代では、 どのように呼ばれていたかについては、確かな資料がないために不明である。調査研究によって確認された作品の種類は、以下の通り、自在置物の大きさは作品によりまちまちであり、非常に巨大なものから、実際のモデル生物と同じくらいの大きさ、また微小なサイズの作品と多岐にわたる。大きなものでは、全長百二十センチメートル超の竜、ボストン美術館肖像が、 最小クラスでは、小指の爪程度のカニの作品が存在する。自在置物の素材で最も多いのは鉄であるが、戦国、タガネ打ち、裏打ち出しなどの技法をもって、鱗や羽の模様、棘の凹凸といった生物の外観や表情が非常に、写実的に表現される。江戸時代の自在置物はもっぱら鉄製であるが、時代が下った、明治。 大正、昭和期になると、銅や銀の作品が増え、さらに、生物の対色をも再現するべく色金、色金、美術、工芸用の合金を多用した作品も出現した。おっと銅に素銅、素赤、純銅、目に尺銅、羽に銀を用いた赤トンボや、尺銅の地に素銅の雪肝臓岩で羽の文様を表した黒揚げ波長、渋一の銀と銅の配合比を変えて、 色味を調整したバッタの作品などが確認されている。外観のみならず、実際の生物の動作を忠実に再現することを思考している時代着物は、作品によっては複雑な内部構造を有している。大切、関節部の連結には、秒止めが、羽やヒレの接続には蝶図が,が用いられるが、可動性を確保するために取り付け部の穴を広げる、仕掛けや、 コイルバネで部品を連結したり、歯車を仕込んで左右の部品の動作を連動させたり、するなど、より高度な機構を持つ作品も存在する。こうした仕掛けに支えられた自在置物は多彩な動きや、ポーズに富み、手足の関節の屈伸や口の開閉、羽や、ヒレ、触覚を展開するほか、鱗一列単位のリング状部品を無数に連ねて、胴部分を構成したヘビなどの置物は、 くねくねした動きをとったり、スズメバチの作品はお先から針を出し入れしたり、するといった微細な表現をとることが可能である。中には甲羅の部分に小物入れとしての機能を付加したカニの置物もある。自在置物には作者の名が刻まれたものと無名のものとがあるが、名の有無を問わず作者を特定したり、その活動拠点や生物年などの履歴を終えたりする例は、 多くない。江戸時代の自在置物作家はその多くが妙珍派の甲冑師であったが、道派は日本全国に分派したため、複数の地に同盟の別人がいたり作品との年代が合わなかったりと作者の特定には困難が伴う。近代以降でも作家の系譜や生涯が判明しているのは高瀬義美山と富木家の近郊や板尾信次郎くらいである。 自在置物は金属製であるのが常だが、極めて珍しい作品として、造下製や木製の流材置物が何点か存在する。これらは大正から昭和初期に大阪で活動した木彫作家の秋山竹林祭によって作られたもので、大阪歴史博物館所蔵品2008年平成20年に埼玉県在住の個人から寄贈。 京都の清水三年坂美術館所蔵品、大阪狭山市所蔵品、2013年、平成25年に、堺市の井上空受工業株式会社から寄贈の3点が確認されている。また、平成後期に活動した大竹良方の作品もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。